2013年ドイツ連邦議会選挙はドイツ連邦共和国の立法府である連邦議会を構成する議員を選出するために行われる選挙で2013年9月22日に投票が行われた連邦議会議員の人気満了に伴って行われた選挙である第2次メルケル内閣に対する評価が問われた国外では 小康状態にあるユーロ圏危機収束の鍵を握るドイツの動向を占う選挙として注目された。ドイツ社会民主党より、セネガル出身のカランバリアビ、キリスト教民主同盟より、セネガル人の父とドイツ人の母を持つミュンヘン生まれの俳優チャールズ・フーバーが当選し、初めてアフリカ出身の議員が誕生した。小選挙区は最多得票を得た候補が当選。 全体議席は、政党名簿投票の結果によって決められるが、少数政党乱立防止の観点から、1、政党名簿投票で有効得票総数の5%以上を獲得。2、小選挙区で3名以上の当選者を出した。いずれかの要件を満たした政党にのみ、議席配分される。小選挙区当選者が、比例配分議席を上回った場合は、超過議席となる。 満14歳以上の年齢において、最低でも3ヶ月継続的にドイツに居住したことがあり、25年を超える年月を経過していない者居住要件を満たさずとも、ドイツの政治情勢に通じ、その影響を受ける者。選挙の結果、メルケル首相与党のセリ、シエスが、得票率41.5%を獲得して第1党となり、メルケルは、 首相3期目の続投が確実となった。しかし、セディ、CS 単独では過半数を制するまでには至らず、連立パートナーである FDP は、議席獲得に必要な政党得票率5%を突破できず議席獲得ができなかった。一方の野党勢力は、スピード化前回より、得票率を伸ばした一方で、左翼党と90年連合、緑の党は後退した。 ユーロ圏からの離脱を主張したドイツのための選択肢は4.7%に止まり、議席獲得には至らなかった。このため、セディ、シエスとスピードは連立政権受立に向けた協議を行い、連立交渉がスピード側の党員投票を経て承認されたため、3度目の大連立政権が成立した。なお、FDP がすべての議席を失った結果、 90年同盟、緑の党より1議席多く獲得した左翼党が、東西合同以来初めて議席数で、スピードに次ぐ第3位の会派となり国政レベルでの野党第一党となっている。ありがとうございます。